僕の文芸部にビッチがいるなんてありえない。は赤福マトによる日本のライトノベル。イラストは朝倉颯が担当している。講段社らのべ文庫から刊行されている。公式略称は僕ビッチ。内容は過去の経験から現実の美少女にはビッチしかいないという信念を抱く。主人公、イク光コスケが彼の所属する。 文芸部を舞台に、なぜか自分に近寄ってくる、美少女と共に部活動をしながら成長していくラブコメ。本作は、デビュー作、共鳴無敵の落ちこぼれに次ぐ著者の2作目のラノベで、同じく講談社ラノベ文庫から観光の、共鳴無敵と並行する形で執筆、発売されている。作者の赤福は本作を執筆する経緯について、女の子とイチャイチャするものが書きたいとそう抱き、 担当編集者にお願いし、書かせてもらったものが本作であると述べている。また赤福は、本作でやりたかったこととして、女の子とイチャイチャすると、なんとなくミステリっぽい話にするの二つを挙げており、ただのラブコメに飽きましたという方にも楽しんでいただければ、との趣旨での狙いを述べている。本作における、主人公とヒロインたち。もともとはコースケが、 趣味に勤しむための個人的な空間だったが、右与曲折を得て、生徒たちから寄せられる様々な相談や悩みに対応する窓口となった。講談者らの部文庫より観光。ありがとうございます。